本当だ。本当だ。鼻かんでる？鼻かんでる？なんで？かんでないよ。大丈夫な？うん。多分。逆光なんか。うん。暗くなっちゃう。うん、ちょっと暗いな。こっちもいっか。うん、今日初めて世代交代しに行きますやって、かえこさんありがとうございます。ぜひね、あのフーピンクと白色2本振ってください。初めてだから、やっぱそっちで3人なら麺類なら何でも、うん、こんにちは。あのね、アミはうどんが一番好き、ラーメンも好き、パスタも好き、でもうどんが一番かな。写真師匠、誰もありがとう。やっほー、こんにちは。おはがりやめてよ、ほんまヒーロー。みんな、うちまたさんの口開けて寝てるの撮影しててくさ、なんかホモピーは基本的に寝るときいつも口開いてるんですね。だからなんか多分日にちはみんな違うくて、アミが一緒におったのはその時一緒におったのはリオピとレーニャとサーニャとアミで、なんかそのアミがおったときはいました。みんなで取り合いっこしましたよ。ツーショットさせてもらいました。これでいいやん。アミちゃん公園出れてよかったね。本当です。皆さんありがとうございます。テンちゃんありがとう。今日は昼だけ入ります。テンちゃんありがとうございます。夜公園行くよだって、ありがとう。楽しみ。長丸さん、博活案件ですね。それはタカさん、ギラギラのタコさん、ありがとうございます。タクマンハートメッセージありがとう。アミちゃんとお揃いのハーフツインしてます。オッケー、探します。かよこさんありがとうございます。嬉しい。アミもハーフツインしてます。話会でも高さん、ギラギラのだるま、ありがとうございます。楽しそう、いっぱいいろいろ。てっちゃんハートありがとうございます。あみたんは今日も可愛い、あみたんは明日も可愛い、あみたんは明後日も可愛い、最強アイドル、え、嬉しい、ありがとうございます。大好き高校野球さん、ありがとうございます。キャンちゃんハートありがとうございます。あ、キャンちゃんだるまもありがとうございます。こんにちは、邪魔するで、邪魔するな、帰って。だるまありがとう。ヒーロー、だるまありがとう。あゆみがいるんですか。きつねうどん、かけうどん、カレーうどん、天ぷらうどん、どれが好きやった。あみは、どれも好きやけど、なんやろうな。あみなんかうどんに、なんかね、あみ梅が好きで、梅のうどんが好きですね。ちょっと渋いんですけど。きくやん、はとみつんありがとう。新しいうちわ作ってきたよ。えそれ楽しみですね。こんにちは。阪神のユニフォーム、 TikTok めっちゃ可愛かった。ありがとう、嬉しい。カリミはい、ようってなんでやねん、爆笑。ダメですよ、帰ったら。ようちゃん、はたり。みそにゃが鼻声やったけど、あみたんは大丈夫って。あみはちょっと分かりますかね。でも多分分からへんかも。とりあえずペンライト行こう。とりあえずじゃなくて、もうちょっとペンライト行くんでしょ。ねえ昨日から公園上より最善よろしくです。オッケーです。昼は来ないのかな。梅めっちゃ美味しいね。うん、美味しい。ありがとうございます。ありがとう。今日の公園キャマチで入りました。やった。うどんはベーシックに釜揚げうどんが好きなの。ああ、なるほどね。また声ピンクを見たいと思えてる。レイポンとこ行ってくるって。あ、ダメダメダメ。コジさん、小判ありがとうございます。本日7回目の公演見に来た。こんにちは、ひろゆきさん、こんにちは。コジさん、ハートありがとうございます。昼渡らなかったって。あ、そっかそっか。コジさん、ハートありがとうございます。お昼餃子食べて、え、めっちゃいいじゃん。いいな。わー、かわいい。ちゃん、いいヘイトコならいいやって。ダメだよ、アミのも見れてよ。ナユミちゃん言ってたけど、アミたんも身長2センチ伸びたんだってね。アミは2センチかわかんない、2センチも伸びてないと思うんですけど、伸びたけど、アユミちゃんがめっちゃ伸びてました。なんかね、アミその体調不良の時にね、ずっと寝てたんですよ。だからその寝てる間に伸びたんやけど、2センチとは限らんかな。はい、昨日の動画のお店が昨日からイベントでポップアップしてるから測ってないから2センチとは言い切れないです。けどなんかこれぐらい、これぐらい伸びましたよ。1センチかな。最近さ、ほんまにテンション高いねんな。これは悩みれいな。発見していろいろしてたら見るの遅くなったって。ありがとうございます。
普段さ、まつげバッチリ上がってるねって。じゃーん。なんかね、まつげが、なんていうんですか、こう、目が突っ張ってるんですよ、今。だるいモード入ったわ。こう、キュッみたいな感じ。なんかめっちゃ目が開けにくいです。リコには多分こう、こうなってるんですよね。こんな感じになってるんです。なんか目がこうやって先からずっとこうやってやってます。なんかめっちゃこの辺とかで目に視界にまつげが入ってきて、ありがとうございます。レイ、お手紙ありがとう。なんか、絡まってランディオンパありがとう。テンション爆上げ。シジマールさん、かわいい、ありがとうございます。マジでさ、去年のまみちゃんの新しいうちを買ってきた。ありがとうございます、ひろゆきさん。今年5000メンバーさんと牛乳飲んでて、毎日飲んでます。多分ミカトールやめて。毎日どころかね、もうなんか飲み物、アミの飲み物は牛乳とお茶って感じです。言わないと。でも俺もミカトール早く劇場で身長測定したね、確かに。多分やめてくださいよ。ファミタンのバトン振り付け動画をなぎささんが引用リツイートしてくれてたね。そう、めっちゃ嬉しい。あゆみちゃんは身長152センチになったって言ってた今朝。ああ、そうなんですね。ゆうちゃん、あの、下水笑い方になる。あみたん、かわいいね。かわいい。レイポン、おそらく俺は味方だった。多い、おそらくじゃなくて。あやみちゃんはもう美女に抜いてます。ありがとう、富士音符ありがとう。今日も店内のツッコミ、ツッコミ、お出かけするから今日行けなくて残念だ。アンナちゃん、ありがとうございます。でもね、次会いましょうね。うん、壁にしてそう。リオルコイン貼りますって。あずむ一心、なんて読むんやろこれ。あ、多分いい人。シュート、なんて読むんですか。ありがとうございます。ゆうちゃん、ありがとう。ノットなんていうの、髪の毛さ、え、なんかさ、髪の毛すみません、わからへん。ちょっとばっかやねんけど、あれ、うん、もっと思う、うん、言って、知らん、言って、市販を見てなかったからさ。おい、チケット派遣してくれて、いってらっしゃい。同期からも出来合いする。今日は行かないけど、月曜日は行きますので、よろしく。大海さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。なんで、多分、ちなみに大海さん、かわいい、ありがとうございます。アツシハート、ありがとう。伸びるの早いよな。あさって会えるもんね。来週は終電もあるし、めちゃくちゃ楽しみね。めっちゃ早い。あ、え、来週本当に来週、本当に来週終電なんですか。もう焦りです。え、そんなん、そんなんやばいです。配信でペンライト振ってますので、もちさん、ありがとうございます。多分1、5番目、2623、キラキラのハート、ありがとうございます。10分ぐらいかな、12分ぐらいみたいな。東さん、東さんマリオカ、コヨリンカ、テンちゃんから身長を受けてほしい。確かに。けどね、実はね、コヨタンとかもなんか身長高いんですけど、なんかそこまで高くないんですよ。アミが言うのもあれなんですけど、コヨタン160ないんですよ、確か。そう、夏でも来たくない。だってだから休憩がちっちゃいんですね。夏休みの公演の時も真っ黒のさ、そろそろアミタンうちは第3弾作ろうかなって。おお、楽しみ、待ってますね。バリマイさん、周年はリーちゃんとアミアミだよ。ありがとうございます。周年アミタンのバトンあるか楽しみにしてるねって。あるかな、あるかな、あるかな。タヤマハット、ありがとう。イベントの数数えたらほぼレイモンなんだ。ほぼレイモン、ちょっと声が出ないです。だからシルバーなんかメタリックみたいな、メタリックやめて、ちょっとかっこよく、クマまでね、ありがとう。見て、前髪、え、会いに来てね。クマまでメタリックにして、こんにちは、ヤホヤホ。アミタも来年は150センチ超え、今年中に150いく気がする。めっちゃいいやん、聞かせますね。今年はまだまだ長いので、多分きっとあと4ヶ月もありますよ。言葉すぎる意味。
一回ポーズコード YouTube でまとめられた。え、それ見ました。めっちゃ面白い、ほんまに。レモン78、自分ってあんな感じで喋ってんだなと思いました。こんにちは。シュヒもハート100ありがとう。お菓子よ。ヒロハートありがとう。シュミッチハートありがとう。キネガサエンビさんハートありがとうございます。めっちゃ世代交代か。すいません。やった、皆さん来てください。世代交代。ゴルさんハートありがとうございます。ヨキちゃんハートありがとう。おい、ありがとうございます。だいたいある程度もう同じなんよな。同類、同類語。元気満載になってありがとうございます。皆さんお昼ご飯もう食べましたか？しっかり食べてから公園見に来てくださいね。お疲れ様、ありがとう。ポンポン、お疲れ様。レイは意外とツッコミキャラかもしれないですね。え、かわいい。なんかアミタの今日のハーフツインめっちゃ可愛いね。後ろにいるの今日かわいい。アミかわいい。タカタンさんハートありがとうございます。かわいいですね。ちょっと髪の毛がでも絡まってるんです。ここでちょっと当たっけ。え、見てもめっちゃ痛いよ。ごめんなさい。レイポヤホーって痛い。これ絡まるとブチブチいっちゃいっちゃう。何しかもね、ハウスインってね、ここが痛いしね、踊ってるとむっちゃ熱いんですよ。絡まるし。アミちゃんがレイで夢に出てくるときはほんまに0歳の赤ちゃんなんですよ。ともたん、誰もありがとう。喜び入ります。生誕 T シャツ持って入ります。え、生誕 T。 元気満タンだったよ。ありがとうございます。カズさん、こんにちは。花束ありがとうございます。ナカピー、ゴルさん、誰もありがとうございます。え、やばいや、緊張。なんで、なんの緊張ですか。ゆいちゃんからふっけってくれた。0歳やんて。ハガは0歳じゃないですよ。こんにちは。アミちゃん、こんにちは。ハルピオさん、こんにちは。早く昇格して髪型変えよう。ね、だからなんか、なんかね、髪型変えたい。なんかハーフツインも結構好きなんですけど、なんかもうとにかく絡まるのが嫌でさ、大変なんですよ。握手会の方が落選が多かったみたいです。なんか嬉しいです、本当に。仕方がない。やばいでもね、結構位置によってはめっちゃ好きなんですけど、踊ってると、うん、あと髪絡まりやすいんですよ。自粛やめて。自粛規制2やめて、ほんまにもう。無視無視で。突っ込んでるから、一応。これもう笑い方キモない。キモない。そうなんだよ。あ、今映ってないから。こんにちは。あ、最悪。何か面白い話欲しいです。えー、やめて。もうなんかちょっともう笑えへんよ、そんなん言うたら。あかんで。笑い方確かに今日ちょっとちゃうかも。あみちゃん、3連休って今日は普通の土曜日じゃないよ。月曜日がね、休みなんですよ、確か。ありがとう。オンラインは敬老の日。シルバーの日。シルバーの日か。シルバーの日。英語で言うとシルバーの日。全泊それか。なんかそんな感じで全泊させる人やばい。やっぱり最低です。わたっちさん、誰もありがとうございます。ふいも、誰もありがとう。メッセージの中でやはりもじゃもじゃあったの。マジで見たいけど全然見えない。こんにちは、こんにちは。周年ホーマ楽しみやめは。けどもけどもね、けど楽しみやけど心配。もう来週っていやで、サードって言っとしたサードやばい。自粛制サード3回目やから、うん、さっきじゃセカンド。敬老の日や金子さんに何かあげるなんて、ああ困るくないかもしれないですね。ちょうど月曜日公演ありますしね。優しいですよ。鉄板ハートありがとう。何こうちょっとどんな絵だったちょっと出てくる。こんにちは。なんでなんでなん。このね、シルバーウィークやからこの背景とかもシルバーになってるらしいです。あれもなさっき切れました。アミタここに配信する。あはは、マナミチェックとしてやったからやめて。マナミチェックです。んーコウさん、マナミチェックです、やめて。ゴルさん、ハートありがとうございます。レイポンよりは絶対いい。また金子さんの似顔絵描いてあげたら。あ、確かにちょっと上手くなってる気がする。ハガレ1着です。違うで。いつぎんマナミン着はもうこのこのシーン。ハガレ1着はマナミンの高くに終わりな。待って、込みの歯が込みの歯が
して、これから頑張っていきたいと思います。やっとくわ、相手相手でアミの配信にも、アミもでももう15分経ったよ。男女用戻したら小山ちゃん席が止まらなくなっちゃったの、うん、小山ちゃん お疲れ。そうそう、発想がねまだやったからねっ。そうだね、だから買わんことにしました。届かへんかったら意味ないやん。待って、私メイクや。15分経ってないのに。どうしよう。ラジオ配信になるかもしれないです、皆さん。アミは皆さんごめんなさい。ちょっと待って、皆さん。皆さん待って。本当にごめんなさい。テープない？テープ、テープ。セロハンテープ。できる。あ、そっか。どうしよう、どうしよう。メイクに。ごめんなさい。ごめんなさいでした。メイクだメイクだメイクだ。あ、2週間メイクやんな。やばい、ショールーム中やからどうしようみたいな。ごめん、ショールームしてるアミも。じゃあちょっと、じゃあちょっとラジオ配信にするわ。アミ男女読むだけやから、ここをテープで隠して、はい、いけます。ごめんなさいね。ラジオ配信にしたいと思います、皆さん。はい、はい、大丈夫だよ。